中日、阪神、14日、バンテリンドーム、阪神佐藤輝明内野手、25、が致命傷につながりかねない失策を犯した。写真、中野から挨拶されるも、そそくさと逃げる佐藤輝明。2対1の7回西二類、力投を続ける佐伯広人投手、25、が中日木下拓也保守、32、お平凡な三塁へのゴロに打ち取った。 落ち着いて補給した佐藤テルだったが、一塁への送球がハーフバウンドになった。一塁手の大山祐介内野手、29、がうまくすくい上げて、一旦は補給。ただ、ミットの中に完全には収まらず、一瞬、宙に浮いたボールを掴み直した。累進の判定は政府、岡田昭信監督、66、がすかさずリクエストを要求したが、 リプレイではボールが宙に浮いている間に木下が一塁ベースを踏んでいた。判定は変わらなかった。西一三塁とピンチが広がったが、佐伯は校長の山本康弘内野手、30を空振り三振に打ち取り、聞き脱出。二流では大きくガッツポーズした。